こんばんは。こんばんは。こんばんは。愛知公演終わりでございます。ござります。愛知公演終わりでござります。わーい、わーい。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。愛知終わりました。きしめんは無事。きしめんは無事。食べられず帰宅したでござります。はい、きしめんにたどり着くことは、できませんでした。きしめん駅のホームのきしめんは見たんですが食べませんでした。はい、眺めつつ帰宅ということで、はい、あ、なんか天むす、エビ天むすのおにぎりをいただいてさっき食べたんですが、開いてました。悔しいな、マジで悔しいです。愛知公演とってもとっても楽しかったです。はい、そのまんま、全部そのまんま、だから髪の毛サラサラにだ。でもなんか今日すっごいステージ暑くて、なんかみんな言ってた、みんな言ってたんですけど、すっごいステージ暑くて、なんか普段汗かかないんですけど、私あんまり今日めっちゃ汗かきまくって、前髪がもうこの通りって感じでした。暑かった。普段汗拭きシートいるとかメイクさんに言われないのに言われた。もうめっちゃ暑かったです。名古屋は全然名古屋にいた感じがしない。はい、全然。そう、髪飾り取れた今日取れた。ハッピーエンドじゃなくて、その前のダウンタウンホテルで私自分の手髪に当たっちゃって、なんか1段階落ちたんだよね。そう、1段階落ちて、あ、これやばいと思って踊ってたら、あの、もうどんどん落ちてきたので撮りました。踊りながら撮りました。駅にみんなニヤニヤしてると思った。え、そう、なんかそうなの、なんか途中から2番の時とか、私も2番、ハッピーエンドの2番をもうポンって取って後だったんだけど、取った後になんかあやみんさんともほんぴょんさんにすごいニヤニヤされて、え、私取ったからもうなんか何も変なのじゃないはずなんだけどと思って、でもなんかすごいニヤニヤしてたから、先輩がおほぴょんさんに思わずってやっちゃった。OK 大丈夫ですってことでってやっちゃった。とりあえず1番はずっと撮りながら踊ってた。何の自分でもなんでこれやったかあんまり覚えてない。先輩にやってしまいましたね。でも、もう元はといえば私がダウンタウンホテルでボーンってやったのが悪いので、まあ若干自業自得ですね。そう、初めての社名会当選したよ。え、嬉しい、やった、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。その話記事感あるなと思ったらクルルンでした。クルルンさんもあったのかな。
でも結構なんか自分でボンってやっちゃうのあるあるですね。わだたもがリサもらって可愛かったと言ってました、嬉しい、今後ともよろしくお願いしますとお伝えください。透明感エグかった、透明感、私透明じゃないけど嬉しい、でも透明感嬉しい。本日のお供はブルーベリー、次は関西でもシャメッカお願いいたします。シャメッカじゃないけど関西行きますよ。関西行きます。あ、でもシガコレクションで AKB としてマンネームとしても出ますし、その次のヒャンネームでイベントあります。はい、そう、滋賀と関西、そう、関学の、そう、学園祭出るんですけど、この日の翌日にリリーフなんですね。そうなんです、そうなんです。本日のお供は新潟の出張公演の時、ひなちゃんのパフォーマンスに一目惚れしたの、一目惚れだけに嬉しい、ありがとう、嬉しい。ブルーベリーヨーグルト、うまー、うますぎ、しみりますね、しみますね。おいしい、おいしい。愛知、さっき数時間前まで愛知にいたはずなのに、うん、東京に戻ってきてしまいました。市長公園って劇場より会場広いけど結構奥まで見れる、見れます。なんか劇場って立ち見、なんか市長公園の会場の方が明るくて、なんか真後ろ、一番後ろまで見えるんですよ。なんか劇場、こう劇場はなんか後ろの方暗くて、ちょっとあと立ち見の方もいて、あんまり後ろの方がちょっと見えない時も結構多いんですけど、市長公園は結構ずっと明るくてめっちゃ見えるんですよね。うん、私はめっちゃ見えました、いつも。そう、楽しかったですよ今日も。劇場立ち見でも、立ち見も劇場は競りが上がるおかげで、私は結構後ろまで見えるんですよ。そう、競りがないとちょっと人と人の間かぶっちゃう時もあるんだけど、そう、でもみんな私が手振ってもあんま気づいてくれないからな。君に手振ってんだぞ、君にって言ってんのに。そう、そうなんですね。劇場ね、でも劇場ないからさ、早く再開しないかなって思います。やっぱ AKB のいいところはですね、あれです、
劇場、やっぱ AKB は劇場があるとこが一番のねポイントじゃないですか。そう、 AKB のいいところ、強めは劇場があるところなんですわ。そうだから早く再開してくれないと困っちゃうんだよ。手振ってんだよって感じ。そうだよ、もう君に手振ってんだよって感じでいつも振ってるんだから。2ヶ月って長いようで短い、短いようで長い。うん、どうなんですかね、どう思う？2ヶ月ちょっと長いなって思っちゃう。でもまあイベントあるしとか思ってしまい、まいっちゃうよね。18期のただ練早くしてしたい、したいっす、めちゃめちゃしたい。まあただ練もいいけど僕隊やりたかったよね、18期僕隊。タイミングが良ければな。思ったんだけどな。そうギリギリできなかったというさ、ピエンな感じでちゅわ。もうこの前そう18衣装店行って僕隊の衣装を見て、わーやりたかったなと思いました。でも千秋楽迎えてしまったからね。そう、ただれん良きよね。トゥ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 。ひなちゃんの日暮らしの恋、あー残念、ひなちゃんのポジションは日暮らしではなかったでござるます。あ、何でしたっけひなちゃん、私なん、ね、あれ覚えたよ、あれ覚えてた、僕ジュリジェットコースターみたい、そうジェットコースターと、あれくじりと、なんだっけ、なん、ひまわりでした。そうなんす、そう水島さんと同じポジションでござるます。そうなんす、そうなんす、確かね、確かね、くじりとね、ランラン何曲か起こしたけどちょっとダメなかったですな、なかったでござります。ふふふ、そうなんすね、悲しい、まあいいか、縁ですな、僕とやりたかったけど。さてはて、ただれんとかなんかそろそろシンポジやりたいなって思ったり、でも自分のポジションなかなか気に入ってるんすよね、ただれんは。そうめちゃめちゃ気に入ってる H ポジ。
そうなんす、フェイントやりたいんす。フェイントやりたいんすね。ね、こひちゃんのポジかアズのポジがやりたいな。ドゥルドゥルドゥルもやりたい。春がやってくるまで残ってて、春が来るまでもやりたかったので、そうやりたかった。でも今劇場行ったらすっからかんなんでしょ。楽しみ。どんな感じなんだろうね、楽しみ。本当にかっこいい系とかわいい系どちらがお好み。どっちも好き、どっちも好きだけど、なんか可愛い曲の時になんかちょっと身長が私まあまあ大きくないけど大きい方なんですよ。163、4、3、4、4、5ぐらい、まあ4ぐらいだから、なんかちょっとあんまり可愛く見えなくな、あんまり自分的に可愛くないからかっこいい曲の方がいいのかなと思ったり、そうって思った。なんとなくそう思ったんだよね。可愛いんだけどなんかもうちょっとって感じ。でもかっこいい曲の方が多分ぽいって言われますよく。そう大人っぽい曲の方が、そうなんかひなのっぽいってよく言われる。でもかっこいい曲めっちゃ好き、テンション上がるかっこいい曲。そうなんだっけ、オオカミとプライドあったじゃないですか。福岡の公園、福岡だっけ、そうあったじゃないですか、あの挨拶回りツアーで。名古屋か、間違えちった、名古屋か、名古屋であったじゃないですか。なんかこういう振りがあったの、こういう振り、わあなんかそうあれ試しにリハの時ねやってみたんだけど、なんかいまいちちょっと可愛くないって思った。なんかちょっと腕半分ぐらいない方が可愛いって思った。でもやりたい、こういう振り。で振り合った。そう。低めの方が可愛い身長。でも可愛いのも好きだから、なんかフリフリの衣装着たいな。思いますね。そう。って思ったのさ。でも可愛い方がなんかね、かっこいい方がぽいってよく言われるよ。うん、結構今までの公演出てる公演全部かっこいい系かも。あーひなちゃんがチームだったらどこか議論ね、たまにするやつ。 B っぽい、なるほど。ガ
ラスのアイラブユーの衣装この前見たけどめっちゃ可愛かった。あれは好みってなりましたね。可愛かった。見た目 A、キャラは B。なるほど、難しい。難しいですね。ハート型ウイルスみたい。それは私もやりたい。それは私もやりたい。どこのチームかってさてはて。やったことない。なんか一回さ。ピアアリーナかな、あピアアリーナ、ピアアリーナのコンサートの時なんかユニットでシュガーナイトやったんですよ。シュガーナイト、シュ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 ガーナイト、めっちゃ難しい。シュガーナイトやったんですけど、なんか一個前の資料にはハート型ウイルスって書いてあって、幻のハート型ウイルスでした。シュ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 がない、もう踊れない。にゃんにゃん仮面大好き。そうやねん、やりたいな。シュガーナイトでも今の方が絶対うまく踊れる。今の方が絶対うまく歌える、歌える、踊れると思う。うん、シュシュシュ難しいんだよさあれ。もうそうギリギリで生きてたよ。もうシュガーナイトが怖すぎて、もう本、もうリハとか本番のためにも一旦どうしようってずっと思ってた。苦手やシュガーナイト。もう私決めてるもん、自分に娘とか息子が生まれたら絶対に習い事はもう一番最初にプールとダンスに通わせるって決めてるから。もうこれ決めてる、この3つ絶対必須。方が良くない？踊れるじゃないや、泳げる方が良くない？そう、お水怖いとない、めちゃめちゃ泳げますよ。ひやちゃんはあの平泳ぎと背泳ぎが上手、バタフライも得意。バタフライもめちゃめちゃうまいですよ。あのクロールが下手くそ。水泳マジ大事。だってひやちゃん一時期もう痩せようと思って近くの市民プールみたいなとこ行ってたよ。市民プールで泳いでました。めあのね水泳習ってたよ。でもふざけすぎて小学生の時は全然あのなんか上の級に上がれなかった。フライ得意やで。意外とひなちゃんね多分スポーツできるんですよ本当に。そう実はね、意外とそう、でも体力があんまなあれだから、足も多分普通に普通よりちょい早いぐらいかな。うん、あのシャトルランとか好きだよ。球技がちょっと苦手だけど意外と持久力もあるんですよね。そう
そう、ダンスと運動神経結構別だって、ゆい運動神経悪いもん、かすみとかも。シュトルハン好きだよ、好きな人いるよここに。シュトルハン好き、好きっていうか面白いよね。なんか悔しい、なんかあの数えられてる時にいけないのがもう悔しすぎて、いっとるぜって気持ち。でも小学生の時とかだから覚えてないな。でも私スポーツね、なんか中途半端なんだよね全部。長距離も、長距離っていうか 1000m とか、短距離 50m とか、シャトルランも全部なんか微妙。クラスで 3,4 番目とか微妙じゃない？学年で言ったらまあ 7番とか、すごい微妙。いつもそう、 1000m もクラスで3番目だった。ちょっと微妙なんだよね、いつも1番ではないっていうね。そうだから得意かと言われたらうんって感じ。そう、生徒10人しかいない学校とか違う、まあちょっと少なかったけど、そう、まあ、少ないからさ、でもっと多かったら多分慣れないわ上に。そう、人数少なかったから割と、だからもしかしたらマンモス校とかにいたらもう多分10番目、15番目ぐらいだったかも。日曜日の私物サイン書いてもらう私物が決まりません。だからエアコンの蓋持ってこようよ、エアコンの蓋、エアコンの蓋か家の壁持ってきな。したらなんか部屋綺麗だね、バイヒナのって書きます。エアコンの蓋か部屋の壁とかに、すごい部屋綺麗だった、呼んでくれてありがとうって書くね。どう？どうよ、いい案でしょこれ。そうだよ、初恋だ、持ってこい、ぜひぜひ。私物だから何でもいいんだよマジで、賃貸やね。そうか、それ悔しいな。敷金礼金、敷金礼金無視して書いてまうか。もう修理費払ったらええんちゃうそう、コントローラーでいいの？なんか何でもいいけどね。カバン、カバンはちょっと恥ずかしいか。何でも書きますよ。家電ダメらしい、マジ。でも蓋ならよくない？エアコンの蓋だよ、家電じゃなくない？ギリギリ布団じゃなく、家電じゃない。馬券がいいな。馬券、なぜ買った馬券？それともその日買った馬券に私がサインしてなんか勝ちますように的な念ですか？まあヒント勝利の女神だからありだね、ありあり、私勝利の女神なんで。 AKB のグッズもダメって言ってた、マジ厳しいね。私物なら何でもいいんじゃないんだ。一つのグッズに全員分書くって言ってたな、マジか。やっぱじゃあでかいものだな、やっぱ壁だな、みんな壁持ってきて、壁、壁、壁にしよう。壁あれだし家電じゃないし。そっか、払い戻しなきゃいけないのか、いけないから馬券ダメなのか。じゃあダメやな、
ダメやな。床でもいいよ、床でも。そうだよ、この際ね、壁が一番無難なんです。馬券の馬券はダメですね。負け馬券に書いて何がおもろい何にもならんやん。あ、じゃあ3連単のやつに書いて次の3連単当たりますように。床踏んじゃうから、じゃあ壁だね。壁にするか。じゃあみんなが持ってくる私物は壁っていうことで、相違の相違でよろしい、よろしい。ベストです、壁、壁ベストです。腕はダメらしい。そうか、ダメなのか。まあ、みんな各々の好きなやつを持ってきてください。ちっちゃいと書けないからね。責任取りません、責任は取りかねます。皆さんの修理費敷金でよろしくお願いします。三連単わかるよ、わかります。まあということでこんなもんですかね。まあね、壁じゃなくても壁紙でもいいです、なんでもいいけど、私の一番のベストは壁、壁おすすめですランキング読みます、いきますね。13位、深夜さんありがとうございます。12位、ピロピロタンタンありがとうございます。11位、はやりんごさんありがとうございます。10位、みやぎ0329さんありがとうございます。9位、スロキチさんありがとうございます。8位、しんこばさんありがとうございます。7位、てっちゃんさんありがとうございます。6位、れいびちゃんありがとうございます。5位、たぬきちさん、あ、名古屋おつちゃむありがとう、ありがとうございます。4位、ひらばさんありがとうございます。4チーム4。3位、つなちゃんありがとうございます。2位、356たけさんありがとうございます。そして1位、ひげのみずさんありがとうございます。本日もありがとうございます、皆様ありがとうございました。じゃあ待ってます。たくさんイベントありますからね、劇場はなくてもアンレイムのイベントもありますし、あの AKB のアルバムの写メ会とかオンラインワンショットとかもありますので、ぜひぜひ私に会いに来てください。何でも話しましょう、待ってます。バイバーイ。名古屋来てくれた方もありがとうございました。皆さん一日お疲れ。バイバーイ。